皆さんこんにちは、モノレールジャパン編集室です。当サイトの動画としては珍しく、いわゆる鉄道の動画からスタートしましたが、今回ご紹介するのは大阪モノレール本線において構想される大阪モノレール堺延伸ルートについての概要です。2029年に新たな終点となる予定の雨竜堂駅より東大阪市、八尾市、松原市を経由し堺市を目指す、この延長 22km のルートを追ってみたいと思います。他の動画でも紹介しております通り、大阪モノレールでは令和元年となる今年2019年3月19日ついに大阪モノレール雨竜堂までの 8.9km の延伸が特許されました。同延伸ルートは本年より2028年まで工事を行い、10年後となる2029年に延伸部が開業を果たします。さて、本日の動画のテーマはこの雨竜堂駅までの延伸のさらに先、八尾市、松原市を経由し堺市に至る大阪モノレールの将来構想ルートについてということになります。この堺延伸ルートの全体感についてですが、ルートは2029年に新たな終点となる雨竜堂駅から大阪中央環状線上を南下、近鉄大阪線空宝寺口駅、 JR 線空宝寺駅付近、大阪メトロ谷町線長原駅を経由し大和川へ達します。さらに南下したルートは三原ロータリーから前進して御堂筋線新金岡駅、阪和線三国ヶ丘駅、仁徳天皇陵古墳付近を経由し南海電気鉄道堺駅に至る 22km のルートです。今回はこの延伸部の起点となる雨竜堂駅から Google Earth を使ってこの堺延伸ルートをたどっていきましょう。雨竜堂駅建設予定位置に到着しました。雨竜堂駅の南側には千里中央駅や門真市駅等と同じく上下線付きの折り返し線が整備される計画で、さらなる延伸に備えた構造として建設がなされる予定です。堺方面延伸ルートはここまでの延伸ルートと同様に中央環状線沿いの緑地帯をモノレール導入用地として確保しています。次の空宝寺口駅まではこの緑地帯が確保されており、新たな用地取得が最低限で済む段階となっています。雨竜堂駅および空宝寺口駅間は他の駅間に比べ距離が長く、この間に中間駅が設置されるものと想定されます。近鉄大阪線空宝寺口駅との接続が想定される大阪モノレール堺延伸ルート空宝寺口駅想定位置に到着しました。大阪モノレール堺延伸ルートは近鉄大阪線高架線のさらに上部に建設が想定されます。モノレールが建設された場合、画像に映る高架線をまたぐ形でモノレール軌道が現れることでしょう。また先ほど紹介した通り、モノレール導入用地として緑地帯が確保されているのもこの空宝寺口駅想定位置までとなっています。近鉄大阪線空宝寺口駅からはこの緑地帯の終端部を見ることができます。空宝寺口駅を出た延伸ルートはさらに中央環状線沿いを進み、空宝寺緑地近郊を通過、 JR 線空宝寺駅付近に到達します。 JR 線駅とは駅間の距離が離れてしまいますが、
この付近にも新設駅を設置することが想定されます。空宝寺駅を出た延伸ルートはさらに中央環状線沿いを進み、大阪メトロ谷町線長原駅に接続します。大阪メトロ谷町線とは谷町線の反対側の終点である大日駅と接続済みで、長原駅で接続することによって両線による環状ルートが完成します。この直後、大阪モノレール延伸ルートは当線2本目となる一級河川越え大和川をまたぎます。大和川直後には近畿自動車道松原ジャンクションが待ち構えていて、大和川越えと合わせてダイナミックな構造物となりそうです。また近畿自動車道松原ジャンクション直後からは道延伸ルートでは2つ目の新市域となる松原市に入ります。松原市内においてはこれまでルートを共にしてきた近畿自動車道を離脱し、阪和自動車道沿いにルートを取ります。途中近鉄南大阪線をオーバーパス、この付近にも鉄道接続駅が新設されるものと推定されます。さらに南進した大阪モノレール延伸ルートは三原ロータリーで西方向、つまり境方向へと向きを変えることとなりますが、この地点で初めて高速自動車道との並走形態を解除することとなります。以降は大阪府道2号線にルートを帰属、境方向へ一直線に進みます。ここからルートは堺市北区区域内へ入ります。途中大泉緑地を経由、直後に大阪メトロ御堂筋線新金岡駅へ接続します。先ほど紹介した大阪メトロ谷町線と同様、御堂筋線においても千里中央駅および新金岡駅と両端部での接続がなされることとなり、環状線としての効果が向上します。なお御堂筋線の北部末端部分として乗り入れる北大阪急行は2023年に箕面市までの 2.5km の延伸を計画しており、さらなる利便性の向上が期待されています。出た延伸ルートは 2.6km 進んだところで南海高野線および阪和線の三国ヶ丘駅と接続します。同時に近道には仁徳天皇陵古墳が位置しています。南海高野線では隣の堺東駅が大規模駅として位置づけられますが、大阪モノレール堺延伸ルートではこの三国ヶ丘駅において高野線と接続することとなりそうです。なおこの先においてはこれまで帰属してきた府道2号線から通称名310号線に入ります。府道2号は実質的に重複区間として扱われるため、地図上で示される310号線は表向きの姿、大阪モノレール延伸ルートは最後までこの府道2号線と運命を共にします。さらに一条通り交差点からは通称フェニックス通りと呼ばれる福音50メートル級の大通りとなります。またこの途中阪神高速を高高度でオーバーパスする箇所が存在します。進むと阪海電気阪海線宿員停留所と接続します。
大阪モノレールのルートでは初となる、いわゆる路面電車との接続駅となります。この近傍には堺で生まれた千利休、与謝野晶子を紹介する堺美少の森が位置しています。そしていよいよ延伸ルート、そして大阪モノレール環状線構想としての終着点、堺に到着です。ブルードー駅からここまでの距離およそ 22km、 既存の大阪モノレール本線とほぼ同等の距離を新たに作るのと同じイメージだと思っていただければ想像がつきやすいと思います。さらに当延伸ルートは八尾市、松原市並びに堺市と新たに乗り入れる地域が一挙に3市増加することから、延伸への道筋は一筋縄ではいかないでしょう。モノレールジャパンとしても中長期的スパンで当延伸ルートを見守り、また新たな情報が追加され次第随時公開していきたいと思います。最後までご清聴くださり誠にありがとうございました。